はい、こんにちは。今回はこちらですね、バイアリースイベントか、これもないですね。もう今では見かけなくなりました。これもうね、販売してる時はたくさんあったんですけどね、製造中心だと途端に見かけなくなるんですよ。でこれ疑う人もいると思うんですね。何を疑うかっていうと、これ本当にあるんですかみたいなね、存在するんですかみたいなね、存在するんですみたいな、あの本当にこれ存在するのかって疑う人いるんだけど、存在するんですよこれ。要するにですね、まあこれは何て言うんですかね、このまあイベントかですから、まあなんかお祭りのイベントとか、まあライブイベントとか、ライブ会場だとかお祭りだとか、そういったところでこの車が活躍するんですね。まあよく小中学校とか行くと体育館のね、ステージみたいなのがあるじゃないですか。だからああいう感じですよ。ああいう感じの車でこの何て言うの、そういうイベントにやるとこれが活躍するんですね。で同時にこういうのはほら宣伝にもなりますからね、やっぱり目立つから宣伝にもなるので、まあこういうバイアリーズの宣伝にもなるということで、なかなかいいですよね。でこういうふうに30周年なんですね。でこの時30周年になってて、その30周年を記念してバイアレスの朝日ビール、朝日から、まあ、朝日ってのは朝日ビールとか有名なところですけど、まあそのオレンジが出てきたよってことですね。でこういうふうにね、なってるところですね。じゃあ朝日なんだから、なんだ朝日ビールにしねえんだみたいなね、これがちょっとね、トミカでございますから、一応トミカなんでございまして、朝日ビール紹介しちゃいましたね。子供が間違ってビール飲んじゃうといけないからね、そういうことが起きてはまずいので、ですからオレンジジュースという感じでね、出してきたんじゃないかなと思いますね。あとほらトミカでよく見かけるのが、どっちかというとこれよりもよく見かけるのが、同じイベントカーでもコカ・コーラですね。コカ・コーラはよく見かけますけども、まあこれはそれに比べて甘いバイアリースのトミカはあんまり見ないんじゃないかな。圧倒的に同じトミカで見かけるのは、イベントカーで見かけるのはコカ・コーラだけども、でも今コカ・コーラのこの形のね、期間の形のイベントカーもありましたけどね、今あんまり見なくなりましたね。というのももうね、20年ぐらい経っちゃいますからね、トミカももう10年ぐらい経つと随分バリエーション変わってくるので、やっぱりそれだけやってくると、やっぱり世代がチェンジされていくので、やっぱりそのなんていうんですかね、あんまり見る人が見る人っていうか、その存在を知ってる人がまあいなくなるってわけではないんでしょうけど、まあ少なくなってしまうんでしょうね。まあそういうものですね。でこれが空き缶の、まあ、先ほど言ったような形してて、まあこの頃のイベントカーの方が良かったですね。今イベントカーっていうとさ、なんか四角い形になっちゃったからね、なんか普通のパネルパンじゃねえかみたいな形になっちゃってるからさ、このある意味その独特なこの空き缶の形の、イベントカーの方が良かったですね。今なんか空き缶も進化したような気がしたな。今空き缶もなんかこういう形の、なんていうんだろう、同じこういう形は形なんだけど、なんかこういう風な感じの空き缶ってないよね。昔なんかさ、この蓋がさ、このここに例えば蓋があって、ここでパカッてしてこうやって開けるやつがあったね。こうやって蓋閉めるタイプの蓋もあるけど、パカッてこうやってさ、なんかこうハート型じゃないんだけど、なんか細長い形になってて、そうやって開けね、蓋があったけど、昔は、今空き缶そういうの見なくなったね。蓋というのもね、やっぱり空き缶の蓋というのもやっぱり時代ともにこう変わっていくんですね。でまあなかなかいいものですよね。このバイアリースがね、また甘くて美味しいんだよこれ。甘くてさ、で粒々が入ってるのね、粒々が入ってるから、そこがまたなんかこう天然だなっていう感じでね、なかなかね、果汁 100% じゃないけど、まあなかなかいい味だなっていうふうにね、思うのでね、なりますね。というわけで、どうもありがとうございました。